皆さんこんにちは、はらぺこのはこです。今日も見てくれてありがとうございます。前回の放送でご飯を食べても太らないよって話をしたんですけど、そちら見てもらえたでしょうか。まだの方はね、まあなんか前編後編みたいな感じになってるので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。で、今日はね、よく私が一汁一菜とか穀物菜食を発信していると、どうしたらタンパク質不足にならないんですかっていう質問をよくいただくんですね。で、確かに私も若杉智子さんの食養生とかマクロビオティックを知ってお肉を抜き始めた時に、どうやってタンパク質を取るんだろうって疑問に思ってたんですよ。で、実際にね、私はお肉抜いた方が体調良くなったし、昔の日本人ってそこまでお肉とか卵とか食べてなかったのに、普通に元気に生きてたのなんでだろうってすごい考えていて、で、まあぬか漬けのね、米を食べてたからなんじゃないかっていう風な結論には至ったんやけど、今回前の動画でもご紹介したこの大谷由美子さんのご飯の力で老けない体を作るという本に、結構具体的にお米の栄養価について書かれてたので、ちょっとこの本めっちゃ参考になったので、ここのお話を中心に今日はどうして一汁一菜穀物菜食をしててもタンパク質不足になりにくいのかというお話をしてみようかなと思います。で、実はご飯って私たちはお米をイメージすると思うんやけど、昔の人は雑穀も全部含めて、ご飯と言ってたそうです。なんかね、結構前ぐらいまで、結構最近まで雑穀を主食にしてた地域の方とかもいるみたいで、ご飯と言ったらお米だけじゃなくって、雑穀、冷えとか泡とかきびとか、そういうのも全部含めたものを想像してもらうとより分かりやすいかなと思います。で、実際私は穀物菜食一汁一菜をもう 3,4 年ぐらい続けてて、時々ね、外食でお肉をいただく時もあるし、お家でね、鍋する時は1枚だけ豚肉が食べたいとか、そういうのもあるから、完璧にベジタリアンとかビーガンをやってるわけじゃないんだけど、それでも体調が整ってる理由としては、実はね、穀物には全ての栄養が詰まってるのよ。だから丸ごと穀物を食べることによってタンパク質不足を補うということができます。米やったらね、玄米が一番タンパク質が多いし、雑穀だとそれぞれの穀物を丸ごと食べれるので、その中でタンパク質を補うことができるっていうのが一つで、今日はご飯の話なので深く触れないですけど、実は野草の中にもタンパク質がたくさん含まれているものとかもあるので、基本私たちは動物の命をいただかなくても植物の力で生きていけるように、この地球はね、設定してくれているというような状況です。じゃあどうして肉食の地域もあるのかなって話になってくるんですけど、やっぱ穀物が取れにくい地域、栄養価が少ない土地の場所だったりとか、野草も食べれる食べれないがあるので、食べれる野草が少ない地域ってどうしても動物が草をはんでもらって、その動物のお肉をいただくっていうことでしか人間を消化ができないから、必然的に肉食になっていく。だから数千年も何万年も前から肉食だから、体の作りが違ってお肉を食べても体に負担がかからないようになっているっていうことなんですよ。で、日本は穀物菜食をずっと何千年も続けてきてるから、どっちかというと腸内細菌とか腸の長さを見てても、植物からこう栄養素を賄うのに特化した体になります。で、この本を読んでびっくりしたのが、日本人が健やかに1年間生きるために必要な穀物の量が60キロなんですよ。これが実は米1俵なんですね。なんで、玄米を丸ごと60キロ1年間分けて食べれれば、私たちは別に栄養失調になったりとか、病気になることはない、死ぬことはないっていうことなんですね。それが結構私びっくりした。もちろん現代は、お水にミネラルがもうなかったり、もう死んだお水を私たちは飲んでるし、常に化学物質を吸っているので、それを解毒させるために体の栄養素を使ってしまうから、なんていうのかな、昔の人みたいに玄米を60キロ食べれば健やかに生きていけるのかどうかっていうのはまたわからないんだけど、イメージとしては穀物で栄養を賄えるというふうなものを持ってもらうと、普段のご飯がちょっと楽になるんじゃないかなと思います。からお味噌汁、ご飯、
野菜のおかず少し、これで一応健康の体作りができるようにちゃんと設計されてます。でご飯の栄養価の主は炭水化物、糖質ですね。でこの糖質も前の放送で言った通り、消化されにくい、体に溜まりにくい、脂肪になりにくい糖質とタンパク質、まあ、他にもいろんな栄養素あるで、ビタミンもいっぱい入っているし、私たちの細胞を動かすのに必須の微量ミネラルって言われるものとかね、ミネラルもたっぷり入ってます。亜鉛とかマグネシウムとかカルシウムとかも実はご飯の中に全部入っている。まあ、詳しいことはねこの本の中に、めちゃめちゃ分かりやすい表が載っているので、よかったら参考にしてみてください。でどうしても足りない必須アミノ酸のリジンというのがお味噌とかに含まれているから、お味噌汁とご飯だと体がちゃんと循環するパーフェクトな栄養バランスになると言われてます。だから日本食、昔ながらの日本食は本当にもうスーパーフードなんですよ。だから世界からも注目される、ここめちゃめちゃポイントです。でじゃあタンパク質がどれぐらいあるのかっていうと、さすがにお肉には勝てないんですけど、タンパク質って結構卵のイメージ強いじゃないですか。卵がだいたい 100g あたり12グラムのタンパク質で、玄米は 7.4g で、雑穀で言うと実はキビが 12g ぐらい入ってるんですよ。すごくないですか？だから玄米はねちょっと消化が難しいって方もいるので、玄米食べれなかったらブズキ米って言ってぬか付きのご飯、まあ3ブズキかな、栄養価的に言うと。で3部でもちょっとしんどい5部好きとかの方がいいよって方は、まあ5部そのままでもいいけど少し雑穀を足すとか、まあちょっとぬかがついたお米苦手だなっていう方はやっぱ白米に雑穀を混ぜていくと、一汁一菜だったり穀物菜食をしてもタンパク質不足になりにくいです。でまあそもそも論、今の栄養学ってタンパク質重視なんだけど、そこまで私たちの体にタンパク質がいるかどうかっていうのはまた別なんですね。でまあ、ある人によるとタンパク質を食べても一回炭水化物に変換されて、そこからタンパク質、体に必要なタンパク質を再合成するという研究を出してる人もいるから、タンパク質をたくさん摂ったからそのまま肉になるかどうかはまたわからないところです。なので、動物性タンパク質を摂って体調が悪くなる方は完全に植物性の体なので、無理して摂らずになるべくご飯をたくさんしっかり食べる。でまあ心配だったら雑穀入れたりとか、あとは昔からやっぱ発酵した大豆製品、調味料ですね、発酵とはいえ納豆はちょっと体にあまりいい影響を与えないので、お味噌とかお醤油とか発酵した大豆製品からもタンパク質を取ったりとか、まああとはでタンパク質って他に植物性のものいっぱいあるので、まあ昔ながらの日本食を取ってたらある程度不足することはないと言われてます。あとはちょっと今日はタンパク質中心の話だけど、ちょっと食用的な話も入れると、食用ってまあ陰と陽がね全ての物事にあって、このバランスを取るこの真ん中の中陽に持っていくことが大事という食事法なんだけど、お米はこの中陽なんですね。なので米を食べることで、自分の軸もしっかり持てたりとか、体調もこうブレにくくなるという特徴もあります。だから、栄養価だけじゃなくってこのエネルギーという部分を見ても、ご飯っていうのは体にとってパーフェクトなエネルギーバランスを持っています。すごくない？お米の力、私は結構感動してます。あとはねやっぱお米を私たちが毎日しっかり食べることって国土を守ることにもつながるので、まあ、この本にも書いてあったんだけど、水田があることによってお水のね調節をしてくれたりとか、あとすごいたくさんの酸素を出してくれるので、ねまあ、輸入された小麦とかお米とかを食べるよりかは、私たちがしっかり日本で育てられたお米を食べていくことも日本を守るためにすごく大事かなと思っていて、私は自分の体のためだけではなくって、これからの日本の未来のためにも米食を選んでます。農家さんの応援にもつながるしね。じゃあ最後に私がどうやってお米を選んでいるかを少しご紹介しようかなと思います。まずは私は玄米がちょっと体に合わないので、ブズキ米といってぬかをまあ数パーセント落としたものを食べてます。で、まあ、一番最初は5ブズキ米といってぬかを 50% 落としたものからスタートしました。で今は3ブズキ米といってぬかを 30% 落としたもので、あとはですね、最近米アレルギーって聞いたことあるかな。米を食べてアレルギー発症する人がいるのね。でこの原因が農薬の方もいるし、あとはね品種改良にもあるの。
だから、私は朝日米と言って、なるべく原種に近いお米を選べるときは選んでます。でこれ面白いんだけど、朝日米はねぬかがついた方が美味しいんよ。逆に私、南魚沼がおばあちゃんちやったんで、コシヒカリよく食べて育ったんやけど、コシヒカリは白米の方がやっぱ美味しかったりとか、お米の品種によって実は白米よりぬか漬きの方が美味しいとかもあるので、まあ、なるべく原種に近いもの、まあ、お米の家系図って調べたら出てくるんで、原種に近いものを選びつつ、まあ、ぬかがねついても美味しいお米を選ぶのが、まあ、一個ポイントかもしれない。あとはどうして原種に近いものを選ぶかっていうと、最近放射線をかけて変異させた放射線育種米っていうのが、まあ、主流になりつつあって、放射線って別にね自然界にあるレベルだったら悪いもんじゃないんだけど、もう人間が死んでしまうかける10倍ぐらいの量がねかけられちゃってるんだって。でそんだけ不自然な量をかけて変異させたものが体にどういう影響を与えるかって私にもわからないから、そういうのも含めて原種を選ぶようにしてます。まあね、原種は稲の強さ、病気になりやすいとかなりにくいとか、倒れやすい倒れにくいとかいろいろあるんだけど、収穫量とかもねいろいろあって、まあ、育ててる人が少ないかもしれないんだけど、私たちが食べて応援することで原種を増やすこともできると思うので、できるところから始めてみてください。で玄米を食べる方は無農薬の方が絶対にいいと思います。まあ、玄米自体に解毒力があるとはいえ、まあね、丸ごと取るのでなるべく無農薬のものを私は取ってるかな。まあ、あとねお米のパワーっていろいろあって、まあ、この本にたっぷり書いてるので、ぜひぜひ知ってもらえたら嬉しいなと思ってます。まあ、お米を食べたら幸せホルモンたくさん出るよとか、どういう風にエネルギーとして体に消化されていくのかとか、すごい分かりやすく書かれてるので、この本私はお気に入りですはい。で、美味しいご飯の炊き方とか、ぶずき米の炊き方とかはまた次の動画でお話ししようと思っているので、またそっち参照してもらえたらと思います。ということで今日は、タンパク質不足にならないお米の食べ方とか、お米の力についてお話ししてみました。私たち本当に豊かな国に住んでて、もう最初から豊かなものを与えられているというのを伝えたくて、ちょっとお米をテーマにしてみたんだけど、皆さんにもお米のパワーを感じてもらえたら嬉しいです。ということでまたお会いしましょう。ではでは。